速読や多読などの読書術は必要ない。必要なのは本を読み実践できる読書術。こんにちは、本解説チャンネルのサメです。今回は本要約チャンネルさんが書かれた読むだけで終わりにしない読書術、1万冊を読んで分かった本当に人生を変える方法という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。人生を変える方法を知りたい。読書を人生に生かす方法を知りたい。そんな方におすすめの本です。本要約チャンネルは、竹見さんとりょうさんの2名で運営されている、その名の通り本のポイントを紹介する YouTube チャンネルです。2019年12月に立ち上げ、2021年11月時点でチャンネル登録者数75万人と非常に高い人気を誇っています。お二人は自らの体験から本を読み、学んだことを実践すれば人生が好転すると力強く述べています。この本にはその具体的なメソッドが記されているわけです。それでは早速紹介していきます。というわけでいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。本を読むだけでは意味がない。行動に移してこそ人生を変えられる。行動に移すために7つの読書術が存在する。というわけでこの動画では1、読むだけに終わりにしない7つの読書術。2、1万冊を読んで分かった。本当に人生が変わる5つの最強習慣。という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、読むだけで終わりにしない7つの読書術。この章では読むだけで終わりにしない7つの読書術というテーマについて本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは自分にとって最高の一冊を見つける目的型読書。脳の疲れを取り、読書への集中力を高めるランニング読書。実践・検証を繰り返し、人生を変えるレコーディング読書という3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目。自分にとって最高の一冊を見つける目的型読書。本書には読書を人生に生かすための7つの読書術が紹介されています。今回はそのうちの3つに絞って紹介していきます。まず1つ目は目的型読書です。これは具体的には何をするかというと以下の2つです。本を読む前に本の要約サイトを活用し、本を読む目的を具体化、明確化する。そして本の表紙や帯、目次、著者のプロフィール、前書き、書評、読書レビューなどをチェックし、目的に合致する本を絞り込む。この目的型読書を実践すると、本を買ってみたけど役に立たないというようなことがなくなります。本をなんとなく目についたからという理由で買うこともあるかと思います。もちろんそれが新たな世界を開いてくれることもあるでしょう。しかしそのような成り行きで買った本は読んでもピンとこなかったり、あまり役に立たなかったり、飽きて投げ出してしまう可能性が十分にあります。それでは時間とお金の無駄遣いです。そこでこの目的型読書を実践すれば、あなたにとって最高の一冊を選べる可能性が高まります。本はたくさん読めばいいのではありません。年に数冊しか本を読まなくとも、何のために読むかをはっきりさせ、それに合致する本を選ぶことで十分に価値のある読書体験をすることができるんです。買って読んでからその本が役に立つかどうかを判断するのではなく、買う前に判断を終えておくことで、その読書の成功率は飛躍的に高まります。では続いて2つ目のポイント。脳の疲れを取り、読書への集中力を高めるランニング読書。次に紹介するのはランニング読書です。これは本を読む前に5分間の軽いランニングをするというものです。これに何の意味があるのと思う方もいるかもしれませんが、このランニングで集中力が高まります。たった5分ランニングをするだけで、誰でもやる気スイッチが入り、本が読めるようになるんです。強制的に自分を学びに向かわせることができます。集中力を高める方法はいろいろとあります。ですが、1万冊以上の本を読み、集中力を高める数々のメソッドを実践してきた著者が最強だと判断したのが、この5分間の軽いランニングをすることなんです。運動をすることでドーパミンが分泌されます。このドーパミンが分泌されると集中力や記憶力が高まります。この作用は人類が狩りをして暮らしていた頃の名残だと言われています。狩りをして暮らしていた頃は生き残る上で運動、集中力、記憶力は不可欠でした。飢え死にしないためにはあちこち動き回りつつ、住みやすそうな場所や獲物を目を凝らして探したり、以前獲物が取れた場所を思い出したりしなければなりません。また獲物を仕留めるために獲物のわずかな動きも見逃さず素早く行動する必要があります。体を動かすこと、集中力や記憶力を高めることが生き残る確率を増やすことにつながっていたというわけです。そこで脳は運動に伴いドーパミンを分泌することで爽快な気分、幸福感を味わわせ、人間に体を動かすことを繰り返させたり、集中力と記憶力を高めて狩りなどが成功しやすくしたりするようになりました。疲れている時に運動なんてしたら余計に疲れてしまうのではと思う方もいるかもしれませんが、そうではないんです。著者たちは5分間のランニングなど運動を挟まないと仕事にならないと言ってもいいとまで言うくらいに、運動が集中力、記憶力に与える好影響を評価しています。はい、では続いてポイントの3つ目。実践・検証を繰り返し人生を変えるレコーディング読書。最後はレコーディング読書です。これは本に書かれている内容を実践し、記録し、検証するというものです。このレコーディング読書が本書の読書術の究極の目的だと著者は言います。著者はこれまでの1万冊以上の読書経験、メソッドの実践経験から2つのことを伝えたいと言っています。まず1つのジャンルについて1冊の本だけ読んで満足せず、1つの考え、1つのメソッドだけを盲信しないこと。次に2つ目、本を読んで実践した内容を記録し、検証することの重要性。この2つです。仮に本を読む目的を具体化、明確化し、時間をかけて本を選び、課題を解決できそうなメソッドが見つかったとしても、それが本当にあなたに合うかどうか、効果が得られるかどうかは自分自身が実践するまでわかりません。体の不調が改善されて健康になる、パフォーマンスが上がる、お金が増えるなどと書かれていたとしても、そのメソッドが自分の体質や性格に合わないことだって往々にしてあります。一度は効果が出ても、自分の心身の状態や生活環境などの変化に伴い効果がなくなってくることもあるでしょう。それらを見極めアップデートするために、一つのジャンルについて複数の本を読み、複数の考え方やメソッドを知ること、良いと思ったメソッドを実践し、常に記録し検証すること、これらが必要不可欠になってくるんです。実際に著者が行っているレコーディング読書の実践例が紹介されています。こちらは本書からの引用です。一見すると暗号のようですが、数は睡眠時間、PW は散歩、PWLIS は音楽を聴きながらの散歩を示しています。運動 ① にあるアーシングとは、裸足で地面に立つことです。各時間帯に書かれているプラス4、プラス3といった数字は、その時間帯の集中力やパフォーマンスの状態をマイナス5からプラス5の範囲内で数値化したものです。例えば最上段にす、QH と書いてあるのは、前日の夜の睡眠時間が9時間だったということです。著者は本を読み、効果がありそうだと思ったメソッドは、最低でも2週間は実践し、記録し、効果を検証しているそうです。効果があれば日々のルーティンに取り入れ、あまり効果が見られなかったもの、徐々に効果が薄れてきたものについては、実践メニューもしくはルーティンから外します。このレコーディング読書のメリットは、本に書かれている内容が正しいかどうか、そして自分に合っているかどうかを自分自身で確かめることができる点です。自分で納得のいくものだけをルーティンに取り入れて、生活の質を高め、人生を変えることができるということなんです。また、本で読んだ内容を覚えておくにはどうしたらいいのかという悩みがなくなるのも、レコーディング読書のメリットの一つです。いいと思ったメソッドは毎日実践するので忘れようがないからです。繰り返しになりますが、このレコーディング読書が本書で紹介される読書術のゴールになるものです。はい。ではこの辺りで一章の内容をまとめます。この章では読むだけで終わりにしない7つの読書術というテーマについて、3つのポイント、自分にとって最高の一冊を見つける目的型読書、脳の疲れを取り、読書への集中力を高めるランニング読書、実践検証を繰り返し、人生を変えるレコーディング読書という3つのポイントについて解説しました。では続いて2、1万冊を読んで分かった、本当に人生が変わる5つの最強習慣。この章では1万冊を読んで分かった、本当に人生が変わる5つの最強習慣というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、あらゆるメソッドの中で最も効果が高かった朝散歩、メンタルが劇的に強くなる瞑想という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、あらゆるメソッドの中で最も効果が高かった朝散歩。著者たちが試したあらゆるメソッドの中で最も効果が高かったものを紹介します。それが朝散歩です。運動が健康に重要なことは皆さんご存知かと思います。また、セロトニンを活性化させて睡眠の質を高めるために朝起きたら日光を浴びるというのが有効というのも聞いたことがある人も多いでしょう。この2つが組み合わさったものが朝散歩というわけです。セロトニンは人に幸福を感じさせる脳内物質です。別名幸福ホルモンとも呼ばれています。このセロトニンには自律神経のバランスや体内時計を整える働きがあり、人に癒しや安らぎをもたらしてくれます。またセロトニンは質のいい睡眠を促すメラトニンというホルモンの原料です。セロトニンがきちんと分泌されていると、夜よく眠れるようになります。朝日を浴びることで体内のセロトニン合成のスイッチが入り、午前中に活発に合成、分泌されます。また朝日を浴びる以外に重要なのが、セロトニンの材料となるタンパク質をしっかり摂ること、そしてリズム運動をすること、この2つです。リズム運動とは一定のリズムで同じ動きを繰り返す運動のことです。リズム運動をスタートして5分ほど経つとセロトニンが分泌され始めると言われています。もちろん規則正しいリズムで歩くこともリズム運動になります。ですので朝散歩をすることで体が目覚める、自律神経のバランスや体内時計が整い、心身の調子が安定、睡眠の質も高まる、幸福感が高まり、やる気が出る、このような様々な効果が得られます。その上、一定時間日光を浴びることでビタミン D も合成されます。ビタミン D は健康な骨を維持したり、免疫機能を調節したりする働きがあります。朝散歩のやり方としては、朝起きたらすぐに15分から30分程度、早足で外を歩くだけです。15分から30分、早足で歩く。これがきつければ、10分程度の散歩からスタートして構いません。体が慣れてきたら、日によって歩く時間を変え、その後の体調をチェックし、自分にとって最適な散歩時間を探してみましょう。以上が1つ目のポイント、朝散歩についてです。では続いて2つ目のポイント、メンタルが劇的に強くなる瞑想。もう一つ、著者が推奨する最強習慣が瞑想です。著者は読書や仕事に疲れた時、集中力が切れた時には、運動か瞑想のどちらかを必ず行うことにしているそう。瞑想のやり方はいろいろありますが、著者のやり方は、遮光カーテンなどで真っ暗にした部屋に座って目を閉じる。5分程度、深くゆっくりとした呼吸を繰り返す。呼吸に集中し、雑念が浮かんでも放っておく。といったシンプルなものです。呼吸に集中し、今ここにいる自分を見つめ、雑念を捨てることで疲れがリセットされ、頭がスッキリして集中力が上がります。また、メンタルが強くなる効果もあります。著者は多少嫌なことがあっても、まあいいかと思えるようになったそうです。また、瞑想の際に行う深い呼吸にも、心身の調子を整え、集中力やパフォーマンスを高める効果があります。デスクワークやスマホの使いすぎで、前かがみの姿勢でいることが多い人は、肺を動かす筋肉である横隔膜が動きづらくなります。そうすると呼吸が浅くなりがちになります。また、忙しすぎる、悩みや心配事を抱えているという場合も自律神経のバランスが乱れ、呼吸が浅くなりがちです。自律神経とは、意志とは関係なく働き、体の働きを調整している神経のことです。体を活動モードにする交感神経と、休息モードにする副交感神経から成り立っています。両者は胃腸の働きや心臓の動き、代謝、体温の調整などバランスをとって行っています。しかし、忙しすぎたり、大きなストレスを抱えたりすると、交感神経が優位な状態が続き、心身に様々なトラブルが生じます。深い呼吸は気持ちを安定させるセロトニンの分泌を促し、副交感神経を優位にします。そのため、瞑想をし、深い呼吸を行うと、心身がリラックスして穏やかになり、ストレスが軽減され、自律神経の乱れが浅い呼吸がもたらす様々なトラブルが解消され、脳の働きも良くなります。ただ、今までの生活の中で、浅い呼吸が癖になっている場合には、いざ深い呼吸をしようとしても、最初のうちはうまくできないことがあります。そのような人は一度、肺の中の空気を全部吐き出すようにしてみましょう。肺の中の空気がなくなれば、体は自然とたくさんの酸素を取り込もうとします。1日に5分でも意識的に肺の中の空気を全部吐き出し、その分たくさんの空気を吸うという呼吸をすることで、深くゆっくりとした呼吸ができるようになるでしょう。もしかすると、たとえ5分でも瞑想だけの時間を取るのは難しいという人がいるかもしれません。そのような人は朝散歩や仕事の合間のランニングでも、食事でも、部屋の掃除や皿洗いのような日常的な家事でも、どんなタイミングでもいいので、一つのことにただひたすら集中してみましょう。わざわざ瞑想の時間を取ったりしなくとも、日々の中で一つのことだけに集中するという時間を持つことで、瞑想状態に自分を置くことができます。著者の経験からは3日に1回、10分だけ瞑想状態の時間を持つと、集中力は 1.5 倍くらいにはなり、毎日そうした時間を持つことで2倍くらいには高まるのだそうです。はい。というわけで以上、瞑想についてです。ではこの辺りで最後に内容をまとめます。1、読むだけで終わりにしない7つの読書術。この章では3つのポイント。自分にとって最高の一冊を見つける目的型読書。脳の疲れを取り、読書への集中力を高めるランニング読書。実践検証を繰り返し、人生を変えるレコーディング読書という3つのポイントについて解説しました。2、1万冊を読んで分かった。本当に人生が変わる5つの最強習慣。この章では2つのポイント。あらゆるメソッドの中で最も効果が高かった朝散歩。メンタルが劇的に強くなる瞑想という2つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、読むだけで終わりにしない読書術、1万冊を読んで分かった、本当に人生を変える方法についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画で読書で人生を変えたいと思った方は、ぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。